Ciao, sono Giorgia di J-Pop. Come sapete abbiamo sempre cercato di avvicinare il più possibile i creatori di manga ai nostri lettori e per questo abbiamo sempre portato alle fiere del fumetto mangaka da farvi incontrare. Quest'anno la situazione sanitaria ha reso le cose molto difficili, ma non impossibili. Grazie all'aiuto dei nostri corrispondenti in Giappone abbiamo chiesto a Nagabe, l'autore di Girl from the Other Side, di disegnare per noi una delle sue bellissime illustrazioni. E già che c'eravamo ne abbiamo approfittato per fargli qualche domanda sulla sua meravigliosa opera. A voi il video, speriamo che vi piaccia. Ciao! Ciao! Konnichiwa, Nagabe to moushimasu. とつくにの少女を書いています。今日はインタビューよろしくお願いいたします。動物がすごい好き でその動物って種族とか植生とか習性で全く形が違うので、その形の違いシルエットがもう同じ姿が全くないので、その辺の自然の造形をリアルに感じて僕はすごい好きなので、そういう人じゃないものをよく多く描いています。先ほどお伝えしたその、形が一枚になってくるんですけど、人の骨格から、一目見て全く違うもので、その動物の愛嬌さとその少し不気味だな怖いなって思う2つを両立させたくて、そこから鼻の長い動物とかヤギとか狼を、メインに、デザインしています。ヤギも好きです。そうですね。やっぱそのなんか描き慣れない動物とか猫とか犬はやっぱりその身近に多いので観察をよくするんですけど、実物が見れない、それこそ。コウモリとかヤギもそうなんですけど、そういった動物はインターネットとか動画とかそういった実際の目ではなくてメディアから取り入れなくちゃいけないので、その辺は、リファレンスが難しいな、観察をしなくちゃいけないなってことで大変に思ってます。やっぱりそのお二方が好きで、東部ヤンソンと坂井この子さんが特に自分を絵を描く上でのアートスタイルが影響を受けてるんですけど、その他で言うと樋口優子さんって方がいらっしゃって、その方も黒を基調としたペンで絵を描かれる方なんですけど、その繊細なペンタッチとその繊細さとは裏腹に力強い黒の印象を両方合わせ持ってて、僕が目指しているアートスタイルに目標に近いので参考にさせていただいています。シーファに関しては結構ピンタレストって言われているその
いろんな写真とか、背景とかイラストとかそういったクリエイティブなものがたくさんあるサイトをよく見てるんですけど、そこでヨーロッパのそのポートレートをよくいくつか見てた時に、その白い小さい少女がその森の中にいる写真を見て、僕の中で漠然といいなと思ってまして、そこから自分の考えをまとめていって、シーバというキャラクターを生み出しました、はい、先生に関しては結構僕自身がさっき動物が好きって言ったんですけど、その動物の好きな要素とかさっき言ったその動物の、骨の頭とかそういったキャラクターを作りたいなと思ってて、それで自分の好きな部分をたくさんつけたらできました。どうだろう。でも映画も僕も好きで、やっぱその人と人じゃないものってその違いがあるからこそ生まれるドラマがあると思うので、そういった部分からやっぱその自分の作品でも描けたらなと思っています。白黒に分けた理由はそのやっぱりその2つのものが反対のもの対のものであるっていうふうに考えていて、それは説明とか言葉ではなくて見た目で分かりやすくしたいなと思ったところに、その白と黒っていう反対の色を基調として中心に使いたいなと思ってまして、でそれでシーバってっていうキャラクターを白色にして、先生っていうキャラクターを黒にして、まあコントラストを強く描きたいなと思って、その色の2つを特に使っています。張り切って万年筆を買ってきちゃったので使いたいなっていうこれ太さが違って、これ中字なんですけど、こっちいわゆる極太ってやつで全然太いんですよね。のさらに上、もともと原稿はその G ペンで書こうと思ったんですけど、インクを扱いこなせなかったのでペンにしてたんですけど、最近ちょっと万年筆がカートリッジタイプのインクタイプが結構書きやすいなと思って、おおよそ万年筆で書いてます。まあとはいえ今まで書いてたペンのハイブリッドなんですけど、今キャラクターの主線とかペンのタッチのほとんどは万年筆で徐々に移行し始めて、程よく扱いにくいのが逆にそのアナログのインクの染みとかそのリアルがそのまま出てるなと思って、だから同じ線3本ぐらい描いても全部太さとかインクのかすれ具合が違うので、逆にそれが味になるかなと思って使っています。どうなんだ、結構僕は新しいものをいろいろ試しがちなタイプの人間なので、そうですね、アナログもそうですけど iPad も買ったりもしましたし、あともう結構ペンタブとか液タブはまだ買ってないんですけど、なんかいろいろ試してみて、でその書いてみたところの良さがあればそれを生かして、まあもちろん難しい部分があれば従来のものに戻して、なんていうんですかね、押し売りなんですけど、なんか流行となんか普遍っていうのがあって、その両方でやっぱ変わっていくと変わってこないものがあって、で流行ってやっぱ取り入れていかないとどんどん今の知識だと沈黙化しちゃうかなと思うので、まあとりあえず試してみたいな、でそこから良し悪しは判断して、で良かったものは良いままで使いたいな。デジタル結構最近ツイッターに載せてるのはデジタルで書いてるやつです。よいしょ、プロクリエイトがすごい便利なので、デジタルでやれる分はデジタルにしたいんですけど、漫画に関してはやっぱアナログの方が早いですね。今までやってきた経験値もあって、どなたか言ってたっけな、
無尽蔵に拡大できるから書き込みまくっちゃうっていうのを聞いて、あの僕もなんか同じことが分かったので、とっつくりの少女はもうできるだけアナログで書きたい、ツイッター用にお渡ししたイラストはあれあのデジタルで書いてるのでいいだな iPad って思いながら難しいな。でもやっぱり僕が思うデジタルの良さってその便利さなんじゃないかなっていう。今その今までは楽をするためのデジタルって考え方だったんですけど、今そんなことなくて、むしろデジタルからこそあの書き込める部分があって、その一つが細部と、あとそのやっぱその多機能さが一番いいんじゃないかな。もちろんそのアナログはアナログの良さとかありますし、その僕がよく言ってるペンタッチのそのうまくいかなさの味だと思うので、そうですね、あくまでそのなんだデータ領域の数字の乱数でしかないっていうのを聞いて、まあ、悲しいけどそういうことなんですよね。そうですね、僕はやっぱデジタルではデジタルのできる部分があると思うので、まあ、両方できたらいいな。どうしようかな、お答えしにくいですね物語の核心などで何とも言えないんですけど、でもあの今まで読んでくださった読者の期待は絶対裏切らないと思うので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。まあもうぜひもちろんただその僕は作りたいと思ってるんですけど、その時はあのもしかしたら皆さんのお力を借りるかもしれないので、その時はぜひあのお力を貸していただければと、もしできたらいいなと思ってまして、あーもう動いてるって思ってその僕の手からあのとつくり少女って僕の手でも1から10書いているので、全て僕の手から離れて、それもあの動いてあの自分の想定していない動きも想定している動きも両方その生きてるって感じがして、僕としてなんか作者なんですけど、もう読者と同じように感動というか、あのなんか言えない気持ちがうつつあえて、いや動いてるなと思ってよかったと思います。アドバイス分かりました何が言えるかな、どうしよう、立派なことは言えないですけど、いっぱいいっぱい書こうそのやっぱ自分の作品やっぱ自分でしか生み出せないと思っているので、その自分の絵だからと謙遜せずに、どんどんその自分だからできることとかもあると思うので、どんどん書いて、であのいろんな人に見てもらって、あの世間に発表していくことがあの一番作品にとっても自分にとっても喜ばしいことだと思うので、ぜひ励んでいただければと思います。そうですね、やっぱあの無理して書いたらその無理な部分ってあの自分も含めて読者にもすぐ分かってしまうので、まあ、そういったあの苦労の経験も含めて自分の絵と向き合って、あの人生長いから、その長い人生をあの共に過ごしていく勢いで付き合っていってほしいなという考えです。もうそのやっぱその今起こってるコロナ問題があのなんだろう、今までのその気軽に旅行していくから、まああのこういった感染症とか病気とかそういうのに注視して動かなくちゃいけないっていうのもあって、その今もマスクが必需品になってると思うんですけど、以前の状態には戻らないなって、
今までその大事なことだったのが改めてその世界が変わることによって重要度が上がってきたと思うので、旅行したいなと思うんですけど、その上で問題点、そのコロナ気をつけようとか、その感染症とかいろいろあると思うんですけど、考えてはいます。ただまだふわふわしているのではっきりとお答えできないですね、はい、少しでもヒント欲しい、僕浮気症だからな、これやりたいあれやりたいってたくさんあるんですけど、最終的に形になるのが何なのかまだ僕自身もわからないので何とも言えないんですけど、また人と人じゃないものが描きたいです、描きたいです、うん、はい、長部ですインタビューの方ご覧いただいてありがとうございました。今コロナ騒動でバタバタしちゃってイタリアには行けなかったのがすごい残念なんですけど、また落ち着いてイタリアに伺えることがあればまたぜひ今度こそ行きたいなと思っております。どうしよう、何を言おうかなここまでご視聴いただきありがとうございました何かの励みになればと思いますありがとうございました。